どうも、うぷ主の羽根の子です。どうも、鳥の子だよ。今日は、葛西臨海公園の中にある鳥類園に来てるよ。それでは、今日のメニューです。ここの駐車場に車を止めて、観覧車とは反対方向に歩いて、ここでスズメとシジュウカラをゲットして、ポケモンかな？ゲットだぜ。ここにある鳥類園のこっち側の池を一周します。この、茶色いところに観察窓があるので、9カ所で野鳥観察をします。前もって説明しときます。いつになく親切ね。羽の子がいつになく頑張って。あは。長くなりそうだから、こういう動画だよって伝えとこうと思ってね。ふむふむ。ここでキジバトを見て。ここではカワセミとアオサギを。このセンター前の池では、頑張らない羽の子を。あは。ここでカニとハクセキレイを、ここでミサゴ、ここでイソヒヨドリ、最後の窓ではカワセミとイソシギを見て、帰りにムクドリが出てきます。歩き回って取っていくタイプの羽の子にはちょうどいい広さでした。池に張り付いて取ってる人も結構いたよ。ではスタート。駐車場から見える観覧車、大人800円、公園自体は無料です。あ、4時間くらいいて、駐車料金が1100円でした。ささやかな経済活動です。案内看板。半分だけ。鳥類園はずっと左側です。駐車場からパークに登る階段。登って左に行きます。いっそげー。振り返ってみた観覧車。売店を通り過ぎたところで、チュンチュンと聞こえる声。いました。本日最初の鳥、スズメです。この声を聞くと、朝が来たって感じがしますな。もうお昼ですけど？え、昼が来たって感じがしますな。時を忘れるくらいの幸せなひとときです。ここにはもう一羽シジュウカラがいました。そちらは写真で。なんでシジュウカラは写真なんだ？写真撮ってから動画撮ろうとしたら、逃げられました。あは。いつもの羽の子クオリティ。ごめんね。スズメとシジュウカラがいた、木、サービスセンターの前だよ。鳥類園への、道しるべ。まっすぐ行った通路にキジバトが。その前に誰かの忘れ物が。なんだったかな？見たことあるけど、わからない？そだな。第3駐車場。2020年10月28日の今日は閉鎖されてました。水族館がお休みだったもんね。この通路にキジバトがいました。キジバトです。スズメとキジバトは鳥類園の中では見なかったね。そうだね。こっちの方が外敵が少なくて暮らしやすいんだろうね。あ、外敵発見。ぎゅうー。短い出会いでした。おお、三角屋根が鳥類園の入り口かな。そうです、到着です。ここの入り口に来ました。これから9カ所ある観察窓に行きます。看板。緊張感が出てきますな。羽の子ご一行も保護されます。何を。あは。観察窓への通路。全体的に綺麗な公園です。おそらく猫の飲み水入れ、かじられちゃってます。水をくれ。あの角を曲がるといよいよです。だな。でも1話完結じゃ終わらないペースな気が。今日はカワセミとアオサギまでで、一区切りにします。それがいい。道しるべ。右に曲がって、観察タイムの始まりです。水鳥中心の鳥の紹介看板。もう少し寒くなると、勢ぞろいする気がする公園です。鳥類園の通路。右側に見えてくるのが、観察窓です。観察窓、その1。思う存分、覗きます。野鳥観察のお約束的便利ツールです。鳥の看板も、観察しながら学べる便利ツールです。覗いた先の風景。何もいない、と思ったら。カワセミです。おお、ってなんでピンボケなんだ？合ってるつもりでした。次回の動画でもう少しマシなカワセミが登場します。ごめんね。ここ一番での羽の子クオリティ。あは。
続きまして、アオサギです。アオサギは迫力があるね。そうそう、あのサギ類独特の動きね。この、体は動いてるのに、頭が1ミリも動かない動きね。おうおう、見た？見た？こんな感じで迫ってきたら逃げれないね。そうだね、丸飲みにされるね。90センチくらいの大きな体で迫ってくるからね。あれ、鳥の子、美味しそうね。生贄にして逃げる気かーい。あは。これで、葛西臨海公園の鳥類園、第1話、ピンボケ編は終わりになります。そんなタイトルだったのか。次回は残りの8つの観察窓巡りです。次回こそ鳥がたくさん出てくるのか？もちろん、論です。では次回お会いしましょう。また来てね。ご視聴ありがとうございました。またねー。バイバイ。